サッカーにおけるキックは、足で、サッカーボールを蹴って移動させることである。キックには使う、足の部位や蹴り方によって様々なものがある。また、ゴールに向かって蹴るキックをシュート、味方に向かって蹴るキックをパスと呼ぶ。なお、競技規則上ではキックは、ボールは、競技者が足、または、足首で接触した時に、キックされたことになると定義される。 足の内側の広い部分を使うキック。正面から横方向の範囲へボールを出すことができる。ボールに当てる足の面積が広いため強くて正確なキックができる。そのため、ショートパスや正確さを求められる場面でのシュートにおいて頻繁に使われる。また、足の内側でこすり上げて回転をかけるフリーキックをする選手もいる。足の外側で蹴るキック。 正面から横方向の範囲へボールを出すことができる。強く蹴ることのできないキックではあるが、小さな動きで自分の向いている方向の横に蹴ることができるため、意表をつくことができる。強く蹴ることができないのでショートパス、稀に近距離のシュートなどで使われる。また、敵を背負いながらでも繰り出すことができるので、ポストプレイなどでくさびのパスにも使われる。 足の甲で蹴るキック。足首を曲げ、足の甲の内側あたりで蹴るキック。くるぶしの下あたりのインサイドキックよりは正確性では、劣る。前方からやや内側へボールを出すことができる。強いボールを蹴ることができるので、長距離のキックに向く。また、足首の曲げる深さやボールを蹴るミートポイント、等によって、カーブをかけたり弾道をコントロールすることが可能で、 蹴り足の内側に曲がるボールを蹴ることができる。浮かして遠くへ蹴ることから主にフリーキックやロングパスでよく使われる。足の甲の外側で蹴るキック。前方からやや外側へボールを出すことができる。インステップやインフロントほどではないがやや強いボールを蹴ることができるので、長距離のキックに向く。また、通常とは逆に回転をかけられ、 蹴り足の外側に曲がるボールを蹴ることができる。主にロングパスなどで使われる。つま先で蹴るキック。前方へボールを出すことができる。非常に小さい動作で速いボール蹴ることが可能でリーチも長い。非常にコントロールが難しいがシュートに使われると予想外の動きを生んでゴールが生まれることもある。かかとで蹴るキック。小さい動作で 自分の向いている方向の後ろに蹴ることができるため、意表をつくことができる。しかし、自分の背後に蹴るため、ボールとボールを出す先が確認しづらく、正確に蹴るのは難しい。ショートパスや、稀にシュートにも使われる。つま先を、ボールの下側に差し込むようにして蹴ることでボールを浮かせるキック。バックスイングなしでいきなりボールを浮かせたり、 通常のキックと同じ動作からボールを浮かせたりすることで相手の意表をつくことができる。ループシュートや相手の頭の上を超えるロブパスなどに使われる。ペナルティーキックにおいてゴールキーパーの裏を各く意図で試みられることもある。この場合におけるチップキックは特にパネンカあるいはクッキーアイオと呼ばれる。有名な使い手としてはアントニーンパネンカや フランチェスコトッティが挙げられる。浮き玉を蹴るキック。単に、ボレーとも呼ぶ。空中にある、動いているボールを蹴るので、タイミングが難しい。ワンバウンドして空中に浮いているボールを蹴ることを、ハーフボレー、ドロップキックと呼ぶ。また、体の正面で蹴るボレーを、フロントボレー、体の横で蹴るボレーを、サイドボレー、ジャンプして、体を投げ出して蹴るボレーを、ジャンピングボレー。 足を頭上に振り上げて蹴るボレーをオーバーヘッドキックと呼ぶ。オーバーヘッドキックオーバーヘッドキックをするセルヒオブスケツ。ペルー人が考案した派手な動きが特徴のキック。地面に背を向けた状態で空中にあるボールを頭より高い位置でキックすること。バイシクルという言葉も同義である。日本ではオーバーヘッドキックの方が一般的であるが、 英語圏では自転車のペダルを漕ぐ動きに似ているところからバイシクルキックの方が一般的な表現である。シュートの場合はペナルティエリア内の浮き玉に対して相手ゴールにちょうど背を向けていた場合に使われることが多い。ゴールを向いている状態でわざわざオーバーヘッドキックに持っていく選手は実際にはほとんどいない。サッカーの試合でもあまり見られることはなく 見られたとしてもゴールが決まることも少ない。オーバーヘッドキックはゴールを狙って放つことは相当な難度を要する。試合中に意識してこのプレーをしようとするものはほとんどおらず、とっさに出ることがほとんどである。気をつけなければいけないのは、ペナルティエリア内はチャンスともなると、相手見方問わず、選手が密集状態になることがある。そんな中、 オーバーヘッドキックを試みることは非常に危険であり、相手の頭部にキックしてしまったり、キックしようとしている足が相手の頭部に近づいたり、頭部に限らず相手を蹴ってしまったりすると危険なプレーへと判断され、ファウルを取られることもある。相手選手にとっても危険だが、自らも気をつけなければならないこととして着地がある。 オーバーヘッドキックを試みた後に、足で着地することはまず不可能と言って良い。したがって背中から地面に落ちるのが普通であるが、当然無防備な状態での落下になるので、場合によっては、後頭部を地面に打ち付けたり、何かしら体の一部に怪我を負うこともある。アクロバティックで派手なプレーなので試合を沸かせるプレーで、ある。1994年のアメリカワールドカップでは、 サッカー観戦の初心者が多いアメリカ人に対してオーバーヘッドキックはバスケットボールで言えばダンクシュート野球で言えば本塁打であり最もエキサイティングなプレーの一つであると紹介されたオーバーヘッドキックと判断されるのは完全に地面にほぼ平行になった状態でのキックと言われる背中が斜めを向いていればジャンピングボレーと判断されるかつては ウーゴサンチェスの代名詞でもあった。また、ジャンルカビアリもアクロバティックなゴールが得意で、オーバーヘッドキックで、たびたび、ゴールを挙げた。現役の選手で、オーバーヘッドキックの名手はリバウド。リバウドが2001年のリーガエスパニョーラ最終節で、見せた、オーバーヘッドキックは、伝説となっている。マインが、キャプテン翼の主人公、大空翼の得意技でもある。 彼のように、オーバーヘッドキックした後に倒れず着地することは、技術的には、不可能ではないが、蹴るというよりは、当てるといった方が正しい。ヒールキックの派生で、前方に腹ばいに倒れ込むようにジャンプし、両手を地面について着地しつつ、かかとでボールを前方に蹴る。ダイビングヘッドの目測を誤って、空振り時にも続けざまに使用される。 その姿がサソリに似ていることから名付けられた。元コロンビア代表の GK レネイギータやガンバ大阪在籍時のパトリック・エムボマが披露し彼らの代名詞の一つとして知られる。また、ラファエル・ファンデル・ファールトがアヤックス在籍時にペナルティーエリア付近でクロスをダイレクトでスコーピオンキックで合わせて得点している。 軸足の後ろから蹴り足を出し、足を交差させて、軸足の外側にあるボールを体とは逆方向に蹴る、キック。クロスキックとも呼ばれる。非常に難しい技術である。シュートで使われることがある。元ブラジル代表リバウドがこよなく愛する。かつては、マラドーナや、ロベルト・バッジョなどといったテクニシャンたちもしばしば言っていた。最近では、アイマール、エルナン・クレスポ、 クリスティアーノ・ロナウド、リカルド・クアレスマ、ロビーニョ、ジョー・コール、エベル・バネガなどが試合中に繰り出すことがある。ボールを蹴ると見せかけて、途中で止めること。フェイントとして使われる。キックフェイントで相手を騙して、ドリブルなどで抜いたりする実用的なテクニック。ありがとうございます。